はい、今回はですね、愛知県豊田市稲部町に来ております。大井平公園ですね。まあこんな感じでね、まあ色づき始めておりますね。今ですね、稲部もみじ祭りねをやってましてですね、結構ねメインの駐車場がいっぱいなんでね、まあ名倉川のね向こう側にですね道がありますんで、そちらの方からね見たいと思います。まあ稲部もみじ祭りはですね、10月29日から11月ね12日までやってますんでね、その辺ちょっとね混むかもしれません。でこのですね大井平公園っていうのは、まあ東海のまあ紅葉の名所第1位だそうですね。東海地方ですね。あとまあ愛知県の紅葉のまあ名所でもこれは1位になってるそうですね。はい、じゃあねもう少し行くとですね橋がありますんで、そこをね右折してですね、この名倉川を渡って対岸のね道に行ってみたいと思います。まあ、知る人ぞ知る道ですね。メインの道じゃないんでね、なかなかね皆さん忘れてるというかね知らないかもしれませんね。はい、じゃあこう右折しますね。まあ今みたいに観光客の方とかね、まあここに犬の散歩してる方なんかもねいますけどね。でね、実はねここにちょっとだけですけども、あの駐車場があるんですよね、こういうふうにね。はい、紅葉してますよねもうね。まあ、この辺を見るとまあ色づき始めといってもまあ 50% 以上は色づいてる感じはしますよね。まあ観光客のね多さでね分かりますね。色づき始めるとね、まあ人が集まってきますんでね、紅葉を見にね。はい、じゃあそこから今見えるのがね風の吊り橋ですね。ここの辺がねちょっと人が集まってるんでね、ちょっと注意してね行きますね。じゃあどんどんね行きます。そうですね、あのちょっと午後になっちゃいましたんで、ここの辺はねちょっと太陽が陰ってですね、ちょっと鮮やかにちょっと見えないですけどね。まあ地形的に午前中に行った方がおすすめですね。まあどうしてもね、まあ、この辺までうちから距離があるんでね、どうしても午後になっちゃうんですよね、いつもね。さあこの辺まででしょうかね。この辺で一応ね紅葉終わりですんで U ターンしたいと思います。うん、山の方見るとまだね紅葉し始めの感じはしますよね。さあ行きましょうか。あの帰り道の方が綺麗ですね。まあこの辺もね、まあこの道のところではピークですかね、この辺がね。いい感じのオレンジ色になってますよね。
ちょっと茂っちゃって向こうが見えないんですけど、向こうのあの川の向こう側ね、名倉川の向こう側もね、非常に綺麗ですんでね。まあ520本のカエデとかね、モミジとかね、イチョウがね、あるそうですね。まあこの風の吊り橋のところこうちょっと開けてますんでね。まあ向こうのね、対岸の方を見ると、まあまだまだな感じはしますよね。もう2週間ぐらいはね、大丈夫そうですね、紅葉はね。終わらなそうですんで。まあ中旬ぐらいまでは大丈夫だそうな感じはしますよね。でこの辺が井の淵の滝がありますんでね、まあそこもね非常にね美しく見えますけども、滝が見えてきましたね。これが井の淵の滝ですね。まあ、ピークはね、おそらくもっと綺麗だと思いますんでね。まあ、公式には色づき始めだそうですね。まだね。ね、こうですね。はい、じゃあ橋のとこまで戻ってきましたね。どうでしょうかね。参考になったでしょうかね。はい、それではね、今回の動画は以上になります。